雪村のことだから純粋に善意でしていることだと思うけど、一体どうしたんだろう。鍛錬は終わったの？俺は特に何もないけど。雪村、どうかしたの？聞いたよ。ずいぶん手伝ってくれているんだってね。あまりに熱心なようだから、何かあったんじゃないかと思って。雪村、いろいろしてくれるのは嬉しいけど、それはそれで焼けてしまうな。雪村、いろいろしてくれるのは嬉しいけど、それはそれで焼けてしまうな。俺のお嫁さんだし。
らが甘味を？雪村、これは面白い味だな。ありがとう。お前の気持ちは受け取ったよ。これからも何かお返しをしないといけないね。さあ来い。まっすぐな攻撃は勢いがあって悪くはない。でも時として今みたいに隙を狙われることも多くなる。お前の弱点だよ、雪村。俺も簡単に負けるつもりはないよ。
一本。強くなったね。とっくの塔に追い越してたんだね。うん、こちらの話だよ。そうだ、雪村。さっきの甘味、全然美味しくなかったよ。器用なことは似合わない。だからもっと剣の腕を磨いて、もっと強くなりなさい。強くなって勝って帰ってこられるように。雪村の勝ちだよ。俺ももっと稽古が必要かな。大きくなった雪村にお願い事をしただけだよ。立派になったね。
内緒。いつの間にか雪村は守ってやらなきゃいけない存在じゃなくなってたんだ。君まで雪村みたいになったら大変だ。おっと、それは困るな。雪村の体力は底知れないな。さあ、行こう。